チャピカデスクでグランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をやるかというと挙動についてやっていきたいと思います。挙動もね、皆さんの中でいろいろねあると思います、思うところがね。で、私もね、皆さんの意見とは別に自分の意見としてですね、どうなのよというところが率直にあってね、ちょっと一回検証してみたいなっていう自分の中の思いがあるんですよ。やっぱアイレーシングと比べてどうなんだろうっていうことをもうちょっとこう真面目にね、ちゃんとこう定量的に車も合わせてコースも合わせてセッティングまで合わせて、で実際どんな感じに違うのか、どこの辺が違うのかっていう、どこが一緒なのかとか。で、まあ実車をね、まあマウントパノラマでやるんですけど、そこ乗ったことないけど、まあ、GT3 マシンっていうのはちょっと契約の関係でいろいろ言えないんだけど、まあ乗ったこともあるんですよ。なのでその実体験をもとにしたものね、まあ実際 GT3 マシンってトラコンも ABS もついてるから、まあその辺のオンオフの関係とかそういうのも含めて自分が納得するところまで徹底的にやってみたいなと。徹底検証、アイレーシングとグランツーリスモ7、そして実車、これ比べてみます。はい、ということでまずはね、グランツーリスモ7とりあえず一旦走ってみようと思います。比較する車は今日はね、この AMG GT でやっていきたいと思います。はい、まずはね、グランツーリスモからやっていきたいと思います。グランツーリスモはね、このちょっとブレーキがね、リアルじゃないっていう、この感じね、この感じは結構ね、リアル本当にね、こう動くのかって言ったらこう動きますよ。まあちょっとアイレーシングでね、やればわかるけど、アイレーシングでもトラコンをね、オフれば、こんな感じです。で、トラコンのね、利きがね、本当にリアルじゃないんだよね。グランツーリスモは。特にこのレーシングカーはね、こんな感じじゃん。だ、立ち上がりの方はすごくこう、シムっぽい。ブレーキングは、まあ今ちょっとね、ABS つけてるからね、弱でつけてますね。まあ、ちょっとそれ後で外してやってみますけどね、それも含めて検証していきましょう。 この瞬間、ハンドルのこの切り込んだ瞬間、こんな、まあ、アクセル踏んだ瞬間はこんなもんですよ。ちょっとアクセルのオンが早かったかなみたいな、このアクセル、アイレーシングすっげえ難しいから、それがやっとね、グランツーリスモ7でも難しくなったってね。ちょっと当たっちゃったけど、タイムには影響してないからね。やっぱだからブレーキングでこう頭が入ってきちゃうかなって感じ、ちょっとこんな頭入らないかなっていうのが、まあ、印象としては本当にシビアにこうリアルかどうかっていうとそんな感じだね。まあ、GT3 マシンも、まあ、実車もね、一応俺乗ったことあるから、これはちょっとなんかあのいろんなチームの関係とかいろんなね、契約の関係があってどこのチームのどの車ですとは言えないんだけど、一応乗ったことあるっていうのは言ってもいいと思うんだよね。あ、このアクセルのね、すごいシビアさで、ただ MR のシビアさ、あれはちょっとないよね。ブレーキングアクセルオンとかじゃないもんね。だって立ち上がりでさ、なっちゃうわけじゃん。立ち上がりじゃない、進入でさちょっと無理したけどね、普通だったらエンジン壊れてるけどだ、進入でこうハンドル切ってただけで巻いちゃうっていう、あれはないよ、あの動きはね、実車ではないから。まあだから MR はちょっとね、壊れてるとは思うんだよね。この動きね、ちょっと後で、ちょっと今わざと出したけど、この感じ
だから横向いた、まあでもこれあるよね、こういう感じはあると思う。はい、これでちょっとねアイレーシングやってどうなるかやっていきましょう。はい、ということでアイレーシング起動してきました。じゃあやっていきたいと思います。アイレーシング大丈夫かこれ。まあだからセッティングとかも合わせられないし、そこいろいろ問題があるんだよね。久々のアイレーシングだなこれ。1ヶ月ぶりくらいに起動した。サブアカだなこれな。グラントリスモ7はね3つアカウントを持ってて、本番用と練習用と撮影のなんかこういろいろあるんだよね。そしてアイレーシングもいっぱいある。3つあるかな。うわーもう久しぶりすぎてダメだ。これ全然滑んないんだけど。あ、エッシング全然滑んないけど。これちょっとトラコンが効いてんのか、分かった。ちょっと待って、トラコン切ろう。さすがに、ちょっと待って、ボタンが違う。いろいろアイレーシング。グランツーリソーセブンやりすぎた。トラコンどうできるんだっけ。もうやり方忘れてる。あ、なんだっけ、アシストだっけ。どこだっけ。違う、これか。車で合わせるんだっけ。これゼロ。ABS ゼロにして、トラクションコントロールスイッチオフ。これで多分切れると思う。よし、これでやっていこう。ABS もトラコンもオフ。さあ行くぞ。 ABS はい、これ全オフですね。 ABS は別に切る必要なかったかな。全然滑んないけど。まあこういうところ滑るね。おお、めっちゃ食うけど。全然食いますけど。やっぱレーシングカーはリアルじゃねえんだよな。やっぱ市販車はリアルなんだけど。まあレーシングカー全然やってなかったからな。GT7? だから車によるってことだよな。何が違う。まあだからリアの挙動は全然違うよね。だからこうレーシングカーでやっぱ比べちゃダメなんだろうな。レーシングカーはリアは出すぎるよ確かに。うん、それを別にリアルって言った覚えないからね俺も。レーシングカーじゃなくて市販車のねを乗って、あ、別に ABS なくてもいけるな。基本的になんかね、アイレーシングは ABS 効かしちゃダメって言われたんだよね。 ABS、アイレーシングマスターに。アイレーシング日本ランキング1位の人に言われたんだよね。レクチャー受けて今2位になっちゃったんだっけ。その人を曰く、ABS 利かすとフロントタイヤがこう温度上がってっちゃって、全然こう食わなくなって曲がんなくなるんで、
ABS 効かないギリギリのところで走らせてくださいという感じだったんだよ。だからブレーキは本当に軽くこうこんな感じで踏んでた方がいいらしいっていうように、まあだからそれってさ、じゃあ現実ね、マックス・フェルスタッペンがね、まあリアルとおっしゃってましたが、まあまあノリスか、ノリスが F1 よりはリアル、コードマスターの F1 よりは今隠すいたな、コードマスターもちょっと調子悪いんだな、まあリアルと申しておりましたが、まあじゃあかといってそれなんかくっつくな、それがまあ実写と似てるのかって言われたら、やっぱ所詮やっぱりゲームはゲームなんだよね。ね、ずっと申しております、所詮モノマネだと。ただね、どのモノマネを捉えてうまいとか下手とかね、似てる似てないとか言うっていうね、そういうところの問題だということなんだよね結局ね。全然違うゲームだなこれ。いやだからまあだからアイレーシングの似てるところ、実際に似てるところもあれば、その GT スポーツの似てるところもあるっていう、シスコで GT7 の似てるところもあるっていうね、そういうことだな、うん、まあブレーキ残すとこう滑りますけど、どこ行った今だからこれをじゃあだからなんていうの、いやリアルなところももちろんある、で GT スポーツと比べてどうなのかって言ったら、 GT スポーツよりはGT7 の方がリアルになった、これはでも間違いなく言えると思うんだよね。さすがに GT スポーツはゲームすぎたよねっていうところがやっぱあるとかね、それがやっぱりアイレーサーとか、そのなんだろうな、アセットコルサとか、じゃあノリスとかフェルスタッペンがグランツーリスモやったのかっていうね、あれだけこうレースのスポンサーとしてるグランツーリスモに対して、うーい難しさがあるな俺な、アイレーシングが別の難しさがあるな。ギリギリだとやっぱり結局なんか似たような感じなんだよな、この横にギリギリに使ってるとさ、結局タイヤを滑るときには滑るんだよ。だからその感覚っていうのがどのレベルで来るかって話なわけじゃん。ちょっとそれが大げさだよねっていうね、ランツーリスモ7がっていうだけの話でしょ。いっ待ち、だからなんだろうな、 どのゲームだとしても共通してるところはあるんだよ。だからそれがね、ここは似てるここは似てないとかさ、でもここは明らかに全然違うっていうところだって、まあ、アイレンシングだってあってさ、ね、もうアイレンシングはもう滑り出しとかがちょっとなんかすげえリアルじゃないと思うんだけど、なんか滑った後の挙動っていうかさ、だってアイレンシング俺ドリフトできないけど実写ドリフトできるもんね、それどういうことなのっていうさことはあるよね。久しぶりに、やっぱでもいいね、
でもまあいずれにしても頭の中でこうタイヤの限界のところを使っていくっていう考え方は似て、まあ、似てるっていうか、まあ、同じだよね。同じは同じ。そのなんかレベルがやっぱりちょっと違うっていう。レベルっていうのはこう、なんていうのかな。まあ、10段階の8から滑り出すだったり、9から滑り出すのか違うっていう。じゃ滑り出すがね、早い方が、レベルが低いのかっていうとそういうことでもなく、リアルじゃないのかっていうとそうじゃなくて、まあそういう違いがあるよねっていうね。であとなんかこう滑り出した後の範囲がね、あーちょっとちょっと待って、ちょっといろ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 やったいろいろやったいろいろやったいろいろやった。だから滑り出した後のそのコントローブルなのかどうかっていうのは、また滑っているレベルがランクがまあ10段階あったとして、そのうちの3段階ぐらいはコントロールできるけど、あと7段階はコントロールできないところまで行っちゃうねみたいなところだとしたら、それがじゃあね、あの1しかないとか5あるとか、いやはたまたこれは価値あるのちょっとおかしくねみたいな。まあ現実が大体3ぐらいだとしたらね、滑り出しとコントロールっていうのが3ぐらいの間でコントロールする車がまあ大体多いとしたら、それが8ぐらいまであるのはちょっとゲームだよねっていうふうに言ってるみたいな、なんかそんなような感じだよね。どれだっけこれ、戻るボタン。GT スポーツやりすぎた。これだっけ。だから、そういう意味で言うと、まあ、すごい車はしっかりしてるよな。すげえグリップする感じはある、ね、こっちの方が。でも、そうか、もっと気温が高かったりとかすると、これもやっぱそうじゃなくなったりとかするし、だからまあちょっとだからグランツーリスモ7は気温が高いかなっていう。今すごい降ってる、すごいちょっと4秒台ぐらい出そうなの。この車だとちょっと出るか分かんない。マッハのアイレーシングの動画を見ていただければ。出るなリアがな、やっぱブレーキで。やっぱりだからアイレーシングとは違うグランツーリスモ。まあどっちがいい悪いではない、まあ、間違いない。ただまあ世界で評価されてるのはアイレーシングってなっちゃうよな。なっちゃってるよな、もう知らんけど。まあ F1 ドライバーがいいって言っちゃってるからもうしょうがないよね。いやそれしょうがなくない、だってしょうがないよね、完全にしょうがない。だからこれ車壊れてる、これ車壊れ、はい、ということでアイレーシングもねやったけど、これもうどっちがいい悪いっていう話ではなく、全くこの2つは別物だね。似たところが かけらもない。かけらもないぐらいの感じ。かけらもないな、やっぱりな。あ、このだから路面から離れた時の感じがないよね、グランツーリスモ7には。まずね、違うもんだよな、これ。全くな。全く違うもんだと思うよな。リアル、だからレースシミュレーターっ
ていうものとカーライフシミュレーターを比べちゃいかんよなっていうね。そういう話やな。ステアリングの切るイメージも違うし、向こうはそんなにこうやっぱり対話のたわみもあるんだけど、そこまでこうたわみを待ってなくてもいいし、これ難しいなぁ。これなんと言うべきかね。ないものねだり感はあるよな、お互いが。いろんな車種でできないけどね、こっちは。面白いわ。さあちょっと一周、アタックしてみようか。やっぱりこうでもアタックしていくとまたね印象が変わったりもする。全開で行っちゃダメなんだよな。全開には、まあ、だからアクセルの入れ方は結果的にはもう、似てるかな。やっぱり横に逃げちゃうからな。限界域になってくると結構似てるよな。だからそこはだから、まあ、だから実写もそうだけどさ、やっぱこういう限界域になってくるとアクセルの操作っていうのはよりシビアになってくるのはもうこれは間違いないんだよな。切れてないな。いや楽しいアイレーシング。まあグランツーリスモも面白いけどね、そのいろんな車に乗れるっていう意味もあるし、裏でも似てないって指摘しようがあるんだよ。アイレーシングだって実車の人がね、乗ってる人がこれをここは似てないって、似てないところを探して似てるって言われているものでもやっぱ似てないって言うのは簡単なんだよね。全然遅いんだけど大丈夫か。一周目ちょっとタイヤが、やべ、飼いならされた。なんか全然いろんなのやっちゃダメなんだよな、やっぱな。本当に最近実写までやってるからさ、もうなんかすげえ混乱してくるよな。実写走りになってきちゃう。シミが実写走りになって、使い方いいのか。
レースないのきついな。マップ3だな、しかもこれ。え、なんで、マップ3が最高なんっけ。ダメだ、気温が高いわこれめっちゃ気温高くしたな。はい、ということでやってきましたけどね、何が違うか、何が違うんだろうね何が違うか、もう何もかも違いすぎて比較にならねえなこれ。やってきて徹底的に比較してやろうっていう気持ちで やったんだけど、徹底的に比較するまでもなく違いすぎる。2つがね、何が違う、ブレーキしてる感覚が違う、フロントが入っていくタイミング、ブレーキをね抜きながらこう入っていく時の要求されているものが違う。まずまあグランツーリスモ7はまあブレーキしたまんま入っていけばいいんだけど、いやそれでね早いか遅いかまた別なんだけど、やっぱちょっとねブレーキは ABS ついてるとゲームっぽく作られてるね。こっちはシムっぽく作られてて、シムっぽくっていうかブレーキのこう踏み方の違いによってすごくいろいろ変わる。で変わることがいいことなのかリアルなのかって言ったら、それはね一概にはいろいろ言えないと思うんだよね。実写でもある程度こうセッティングとかによって踏みっぱーでこうね入ってけばある程度こう同じように止まるっていう感じもあるんだけど、まあでも実際 G 感じてるからね、その G を一定にするっていうことは安易だし、実写の場合でそっからこうちょっとこう抜きながら入っていくっていう、まあ抜きながら入っていくところに、まあ、自分の癖みたいなものがあって、でそれがこう実写だとこう G があるからG で何回でも再現性高く何回も同じことがある程度ね、素人とプロの違いがあって、まあもちろん精度もあるんだけど、でもある程度こうできるわけよ。その素人でもプロでもある程度こうレース経験がある人だとかだったらね、さっきと単純走ってる人だとちょっと無理だけどね、レースやってる人だとやっぱりこうブレーキングで勝負とかするから、そういう意味でまあある程度こうねあったり、それがさレース展開にどれも出るのかって言ったらアイレーションは出やすいと思うし、じゃあグランツーリスモ7がそれが出ないのかって言ったら大いに出ると思うんだ。でもその領域とかそのやってるその最後のところが違うんだよね。最後のところの違いが悪いと言ってるわけじゃなくて、違うってことを言ってるだけなんだ。速さを追求した時にアイレーシングで求められるブレーキングっていうのがあるし、じゃあ GT7 には GT7 の速いブレーキの、まあ、戻し方みたいなのがあったりとかもすると思うんだよね。今のグランツーリスモ7レースで争ってないから分かんないんだけど、おそらく速い単位の仕方っていうのもコツがあると思うんだよね。でそういうものをしなきゃいけない。じゃあそれがアイレーシングもグランツーリスモ7もじゃあ実写で使えるのかって言ったら、使える実写もあれば使えない実写もあったりとか、まあ、実写って一言で言ったっていろんな車があるわけ。やっぱりレーシングカーだってそうだし、まあロードスターとか、まあ、フェラーリとか、まあ、いろんな車乗ってるけど、まあ、ポルシェも乗ってるけど、一台一台やっぱその持ってき方がちょっと違ったりとかするわけよ。まあ、履いてるタイヤのそのグリップだとか、やっぱロールだとかロールスピードとかそれも違うし、一個一個その速いブレーキングのやり方、曲げ方っていうのはやっぱり一台一台違う。でも基本は全部一緒なのよ。実車のどの車も同じだし、アイレーシングのこれも一緒だし、グランツーリスモ7も基本的なところは同じなんだ。荷重の移動させるっていうやり方とかブレーキの効き方とかそれは一緒なんだけど、最後の最後の本当にレースで勝敗が出るようなところっていうのはやっぱり一台一台違うし、なんかね独特なセットが、実車のねワンメイクレースだと独特なセットがあったりとかもするんで、独特な走り方があってそれがだと速いとかで、それをみんなやりだすとなんかみんなそれじゃないと速くないみたいな、いろんな要素があるんで、なんかそういうものの一つの種類としてやっぱりアイレーシングもあってグランツーリスモ7もあると思うんだよね。でもそこの領域はまたちょっと違う話なんで、普通にこうスポーツ走行で乗ったぐらいの時の感じで言うと、まあ例えばグランツーリスモ7がちょっとリアが出やすいよねとか、うん、それはちょっとあったりもするんだけど、グランツーリスモ7ってね意外とね997の前期型のポルシェの感じなんだ。997の前期型のポルシェってブレーキちょっと残すとああいう風にリアが出んのね。だからまあ俺は997に乗っちゃったから、あのうちグランツーリスモ7でね、で自分も持ってるし、まあでも俺は後期だけど前期も乗ったことあるから、よくその出方をよく知ってるから、あこれ結構リアルになったねって、ポルシェがポルシェっぽくなってたから、あポルシェがポルシェっぽいねっていう話から、まあ、話が始まってるわけで、まあ、そういうところの話なんだよね。じゃあそういう風に出ない車があるのかって言ったら、まあ、出る車もあるし出ない車もありますねっていう話。じゃあ片やさ GR86 なんかのグランツーリスモ7はものすごく素直で、ね、リアが出るような車なんだけど、ああいう車はあるし、ああいう車は楽しいと思うよね。
うん、だからそれがじゃあグランツーリスモ7の、俺は次 GR86 で試してるんだけど、 GR86 がリアルかどうかっていう話になれば、まあ俺は GR86 は分かんない。いや実は乗ったことあるんだけど、まあそういう環境では乗ったことないから何とも言えないけど、うん、まあああいう楽しい動きをする車っていうのは作れるし、まああるよねっていうふうには思うんだよね。だから市販車が結構楽しく走れるようにグランツーリスモ7っていうのはチューニングされているっていう感じはするんだよね。まあ、アイレーシングはちょっと違ってて、楽しい楽しくないっていう話ではなく、車に教えられるっていうか実車シミュレーションしてるっていうよりは、レースをする競技のセッティングとしてこういうところを争うっていうような、なんか逆算してるんだよね。なんとなくリアルにしようというところももちろんあるんだけど、ギリギリの争いのところでこういう操作をすると速くなって、でもこういう操作をみんながして、でもこういうところで差が出るんだよっていうことをあらかじめね、ブレーキングがすごくこうシビアというかさ、最終的なところでシビアで曲がってくるポイントがとんがってあるとか、だからそのとんがったところを探せた人がこう鋭く曲がれますよ。まあ立ち上がりも同じようにトラクションかかるギリギリのところっていうのがあって、それをうまくコントロールできた人がまあ速く走れますよっていう、なんかある意味ゴールがあって、でそのゴールに対していろんな車を作っていくっていうような、なんかそんなパラメータ設定をしてたりもするかなっていうね。だからじゃあそれがリアルなのかって言ったら、そのパラメータのすごい得意点みたいなところを探していくっていう行為が実車に似てるっていうふうには言えたりもするし、でまあ俺もコースレコードを出すっていうことはそういうことにすごく近くて、本当にこう得意点を探していくんだよね。本当にこう車が完璧にこうこの瞬間は最高にいけるっていうところを作らないと、平均的に速い車だとやっぱ素人だと勝てないんだよね。プロが乗って速い車だったらさ、ある意味すごくこうオーソドックスな車を作ればいいんだよね、勝てるんだよ。プロはそれで最適な場所をさ探して正確に何周も何周もそれができるっていうのはプロじゃん。だけどまあ俺がだからコースレコードを取ろうとした時に何をしたかっていうと、めちゃめちゃ変な車を作るしかないな。だからめちゃめちゃこの富士のコースでピンポイントでグリップして、ピンポイントで速く曲がるキャンバーキャスターで、それをどのコーナーで速く回れてどこのコーナーは捨てるかみたいなさ。俺はもうとにかくヘアピンを速く曲がれる車を作ったのね。折り鶴前のヘア、折り鶴って今言わなくなったのかな、折り鶴をいかに速く回れる車を作るかっていうことを考えたんだよね。その後はやっぱり上りだしね、ダンロップは意外とボトムが落ちちゃうから、まああそこはもうなんかラインのね走り方だけど、ヘアピンはねやっぱりセットなんだよね。だからセットでとにかくそこだけ速く走れればいいわ、もうレースどうでもいい。そうなるともうプリウスがすごいこう曲がりすぎちゃうっていう、今なんていうのスープラだっけ、わかんない G86GR なんだっけ、あの車の名前がついてるんだけど、多分そこがすごい曲がりすぎちゃうっていうことで、そこはすごい難しくなるんだけど、まあでもそれはもうなんとか我慢して練習してっていう、プロが絶対作んないような車を作ってコースレコードを出すっていう、そういう戦略がやっぱ必要だったりもするわけよ。なんかでもそういうことを考えていくと、結局なんかこうそういう得意点を探すっていうような行為をまあアイレーシングはさせてるし、ある意味アイレーシングは簡単だよね。で市販車の楽しさとかこう特徴を真似するみたいなことがまああんまりなくていいっていうところがあるし、だからグランツーリスモ7多分難しいところは、市販車、ね、100車種200車種300車種ってあるわけで、それがやっぱりそれぞれの特徴を持って走れなきゃいけなくてっていうところが、まあ、セッティングとしては難しいところなのかな。で過去の何世代何世代のデータがあって、それらをね今のシミュレーションに合わせて、まあ、微調整していかなきゃいけないっていう行為とか、いやいろいろ難しいと思うんだよやっぱりその辺のねことがね。だから一概にこうリアルリアルじゃないっていうのは本当にね言えないことかなとは思うし、でまあこういう観点に関してリアルとは言えると思うんだよね。だからまあ、そういう意味で言うと、市販車をその限界域じゃないところで走らせる、スポーツ走行程度でまあ走らせるっていうところが、まあグランツーリスモ7はすごくリアルだから、でそれが俺は面白いと思って、まあみんなにもそういうところを やってもらいたいな、この面白さをね、その楽しさを楽しんでもらいたいと思って、まあ俺はこういう動画を作ってるってところがあって、だからまあ限界域でレースしてね、グランツーリスモ7でその挙動がどうなのよとかって、で限界域で走らせてね、これで金が取れるのか取れないのかとか、そんな話はね、まあほとんどどうでもいい話で、ほとんどそこの挙動に関しては、まあ、どうでもいい話なんだよ最初はね。このグランツーリスモっていうソフトがそういう性格のソフトで、グランツーリスモスポーツっていうのはやっぱ競技に特化してるから、それが大事じゃん。限界域でね、コンマ1秒100分の1を1000分の1を争うところの、どういうところのテクニックで差が出るのかとか、そういうところ、競技として争う時にいかにこう競技性とか操作性がいかにその実車でやってることと似てるようなことを追い求めるかっていうところが、やっぱグランツーリスモのスポーツとしてのところなんだけど、グランツーリスモ7っていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうね、うーん、と
ところは、まあだからグランツーリスモシリーズっていうのはそういうところなのかなっていう感じはするよね。だから市販車の似てる似てないとか、車に乗ったことない人がいろんな車に乗ってみて、うわ車の運転って楽しいんだよねって感じられるところが、まあ、大事だとすればアシスト機能だとかそういうものがねどんどん発達してっていうこと でアシスト機能が今ある実車のアシスト機能よりもかなり進んじゃってるのよ俺の中で。だから例えばトラクションコントロールにしてもトラクションコントロール実車にもついてんじゃんって言われるんだけど、だから実車もグランツーリスモ7もオンにした方がリアルじゃないのっていうと、グランツーリスモのトラコンは本当にオンにすると実車のトラコンではこんなうまい制御しねえよっていうぐらいのすごいうまい制御をするから、いやいやこんなのないわ、こんなの俺味わったことないわっていうトラコンがまあ味わえるのがグランツーリスモ7で、じゃあそれが悪いのかって言ったらそうじゃなくて、それってトラコンの未来じゃない、車のコントロールの未来じゃないいうことを俺はちょっと言ってるわけなんだよね。やっぱりこうね、車を知らないし車好きじゃない人にグランツーリスモ7を楽しんでいただきたいって、まあ、言ってたように、まあ、俺もそれはねすごく激しく同意するんだけど、やっぱそういう人たちが楽しめるグランツーリスモ、すなわちそういう人が楽しめるアシスト機能が完璧にできたら車はもっと面白くなるってことだと思うんだよね。だからそれが逆バージョンだよね。グランツーリスモ7で運転できるのになんで実車で運転できないんですか私はっていう、実車を楽しく運転できないんですかっていう疑問に対して、次に実車メーカーがグランツーリスモのアシストロジックをうまく実車に入れるっていうことが必要になってくるっていう、だからその前段階として今このアシスト機能があるんじゃないかなと思うわけだから、このアシスト機能の精度っていうのが大事だし、いかにこう車好きじゃない、車好きじゃないかどうか知らんけど、車に乗ったこともない免許もない人がね、それをさも楽しく運転できて車の楽しさを味わえるとしたらだよ、これは実車に応用すべきアシスト機能だなっていうふうには言えると思うし、まあ車の未来がねそこにもあるんじゃないかなと思います。はい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。ちょっとねアイレーシングと比べるって言ってね、なかなかちょっと比べるもんじゃねえなっていう、アイレーシングと初めて比べたけど、いやちょっとなんか違う次元のモノマネだなっていうね感じがしました。まあ、どっちがいい悪いじゃないけど辛くなるねこれ、アイレーシングは操作がシビアすぎて辛くなるわっていうところがある。アイレーシングは本当リニアにシビアっていうか、ピンポイントっていう感じなんだけど、山がなだらかだけど本当に速く走るためにはその山の頂点を行かなきゃいけないんだけど、まあ、ちょっとずれてもまあいろんな挙動は起こるけど、そのなんかスピンしたりとかそういうところまではいかないって感じだけど、本当に速く走るためにはここがピンポイントだけど、グランツーリスモ7はまともに走るためにがちょっとピンポイントみたいなところが、まあ、若干あるかなっていうところはあるよね。だからそういうなんかこうピンポイントの幅の違いみたいなのもあれば、その幅がじゃあ実車とどうなのかって言ったら、まあ両方ともちょっと違うなっていう感じもしないでもないし、はい、ということでそんな感じだと思います。まあ、いずれにしても全部やればいいじゃんって思うんだよね。なんかわかんないけど、あれもこれもすりゃいいじゃん、なんかわかんないけど一個にこだわる必要なくないって思うよね。はい、ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録、こうやられて